命に感謝していただきます。今日も天井が行って地球の掃除をして、この観光客が増えてきてんじゃないですか、沖縄ね。まあもちろん観光客っていうか、沖縄だけじゃなくていろんなところで経済が 失礼、少しずつ戻ってきてて、車が多くなって、人が多くなって、経済が止まってる時は人が全然いなかったりってしてたのが、すごいこう 失礼、人が多くなって遊んでる人たちがいっぱい増えて、外に出れなくてバーベキューできなかった人たちはバーベキューしだしたり、海に来て友達と遊んだり、なんか遊んでる人たちをこういっぱい見てると、車とかね、まあ本当、まあこういう気持ちっていうのはよくあるんですけど、本当になんかこう悲しくなる。別に遊ぶなとか車に乗るなとか、そういうことを言ってるわけではないけど、泣くわけではない。ただ本当ね、なんかこう、人って本当に愚かだなって、もうそこに行き着くんですね。もちろん日本人だけではないよ。もうみんなそう。もうみんなって言うと、もうみんなですよね。もちろん生まれてきて、臭い、水しか飲めない、電気もないって、そういう人たちいる。そういう人たちは、明るい未来さえも見れない。先が見えない。飯も食えないかも。その日その日の飯食うのもやっと。爆弾から走って逃げる生活も毎日なのかもしれないね。でもなんかこんな平和ボケしてる日本ってさ、日本だけじゃないけど、まあアメリカもいろんな国もいっぱいあるけど、なんかこういろいろこう世の中見たりニュースを見たりとかしたら、たまにこう疲れがどっと襲ってくる時がある。その疲れっつうのはなんかこう、やっぱ俺吠えてんじゃん、いつも。世の中がクソだとか、哀れな人間だとかいろいろ吠えてんじゃん。まあこれは本心なんですね。で、別に誰かとこうそういうのを話し合ったり、こう語り合ったりとかまず一切しない。なんかその一人で自分でこう喋って、うわーっとこう気持ちを、もう気持ちをね、こう込めてこう想像して喋るとね、ものすげえエネルギーを消費するのが自分でわかるんです。もう一気に疲れが襲ってきて。まあ何を言いたいかというと、まあ、俺の疲れっていうのは別になんかこう、海を歩いて疲れるとか、汗をかいて疲れるとかではなく、人間があまりにも哀れで、それを考えてるだけで、すごくこう、なんつうんだろう、おお、ストレスというか、ストレスなのかな、これは。何なんでしょうね、こう、熱くなるものがある。何も変わらないんですよね。それは分かってるんです。人間はね、変わらない。地球のために動こうとしてる人たちは、愚かな人間よりもはるかに少ないんです。愚かな人間っていうのは、
おそらく見てる人たち、みんなそうなんじゃないんですか。もちろん僕も含めそうです。楽しむことだけ。自分の孫までどうやって楽しませたらいいか、財産を残したらいいかとか、とりあえず楽しもう。残ってる人生、老後、どうやって楽しもう。もうやるべきことはやった。あとは楽しもうとか。そういう人たちもおそらくいると思うんですよ。もちろんそういう人たちじゃない人たちもいるかもしれない。いろいろ問題を抱えてるかもしれない。俺だって問題抱えてる時は何度もあったよ。もちろんそういう時に地球のことを考えたのかっていうと考えてはなかった。もちろん地球のことを考え出したのはやっぱりゴミを拾い出してからっていうのがかなり大きい。そこで猫の群れですよね。ハワイに出会った猫の群れとかと見てて、こう変化が起き出した。あと山に登ったりか。だからどっちかっつうとやっぱり世の中に不満がどっかにあったから結構結びついたのかと思う。でも、今日もイムアのね、喋ったけど、人って本当に、つうのかな、みんなやっぱり矛盾してるなって、なんかそんな感じがする。まあ俺も含めね、そうなんですけど、俺は自分でそうやって自分で思ってるし、だからこそ、もっともっとそれ以上にやんなきゃなっていう気持ちがもうすでにあって、まあ人から言わせると難しい問題なのかもしんないけど、俺から言わすとすごく簡単で単純な答えを出せるんですけど、なんかこう楽しい道を作るっていうのは簡単やろなってすごく思うことがよくあって、楽しい人たちを見てて、ああ車に乗ってて音楽かけて楽しそうやな、地球に良くないなっていうところに全部行き着いていくんですね、全て今の俺はね。ああ、なんか、船っつうか、なんだったっけ、あれ。船でこう、風乗って、みんなこう遊んでるやつとか、ジェットで引っ張って遊んでるやつだとか見てて、おお、楽しそうやな、楽しいんやろうな。地球に良くないよな。とか、そこに行き着いちゃうんですね。もちろん、そういう人たちは逆に地球のことを頑張ってる時間があるって、やってるのかもしれない。それは知らないけども。でも俺の心のどっかではやってないやろなっていう何かがあるんですね。俺だってやりきれてないし。でもなんかこう世の中の人たちが、みんながね、少しでもどうやったら地球のために顔を地球の方に目を向けてあげられるのかなっていうのは、いつもふわっと考えるね。この世の中を見てると。もちろん俺が今親しくさせてもらってる新庄さんだって地球のことなんか考えてる時間はないと思うけど、でも
の人はあの人で、普通の人たちよりかはまだ地球に優しい生活してんのかなと思いながらこう見てたり。まあもちろん人間はね、まあ矛盾してるからみんな何かしら言えば地球を破壊してるんですけど、ただあそこでのんびりひっそり癒されて生活していこうと思ってる人っていうのはまだ他よりマシなのかなとかいろいろ考えたり、なんか世の中をこう、もちろん都会に行けば行くほど、今ほら、俺田舎に住んでるから、例えば東京とか大阪とかさ、都会に行っちゃうと、もう、クソみたいなものがたくさん目の前に入ってくるわけですよね。ビルと人がいっぱい歩いててもビジネスだらけなわけじゃない。それがどれだけ地球を破壊してるのかって。考えるんでしょうね。今だけでも考えられるんだが、そういう都会に行くとおそらくもっと考えるんだと思う。そういうシチュエーションに行くと、俺はどういう活動をしていくのかなって考えたこともありますね。それがなんかこうデモとか、そういう活動をしてる人たちになるのかなとか、それが都会のスタイルっていうのか、まあ、都会のスタイルっていうわけではないのかもしれないけど、でもあれはね、前から言ってるけど、いいことではない。人類はずっと同じことを繰り返してきたんです。で繰り返してこれからもずっとそれを人に見せて子供は見てそれを同じことをやっていくんです。哀れですよね。分かってるんです。こういう話をして人は楽しくないし、むしろどこか心のどこかで気づいてるかもしれない。でもそこに目を向けれない。そんなことを叩き込まれても気分は良くない。なぜならば楽しい人生を残りを過ごしたいから。そう思ってる人たちいっぱいいると思うんですよ。じゃあなんで俺がそういうことをずっとひたすら喋ってるかっていうと、決めたんですね。残り限られた人生を地球のために使う。人類以外の生命のために使う。世の中ってほんとくだらない。なんか俺のところまで行き着くとね、もうすべてがくだらない。まあそれを聞いて思う人はいるでしょう。じゃあ普通の生活に戻ればいいんじゃないのって。もちろんそれは簡単ですよ。そのあなたたちが送ってる生活ですよね。普通の生活。地球のことなんか考えなくていい生活。そりゃ楽ですよ。胸も熱くなることもないし、動物園だって行ける、水族館だって行ける、サーカスだって行ける、何にも考えなくていいんです。昆虫捕まえたら箱の中に入れたり、動物をペットショップに買いに行ったり、普通の生活やってりゃいいんです。マグロショー見たり。俺はね、もう全ての生き物がそういうふうに行っていることが全てストレスに感じてるんです。
世の中が全て間違ってるっていう方向に僕は気づいたんですね。気づいて、お前ちょっと大丈夫かって思う人もいるかもしんない。でもね、お前ら大丈夫かって。お前ら今までこの100年200年で車作って飛行機作って、車、200年は経ってね、車が130年ぐらいか。飛行機が100年ぐらいだったっけ。1800年ぐらいですね、確か車が。飛行機が1900年ぐらいだったような気がする。だから100年弱、100年超えちょいぐらいか。130年、130年、20年ぐらいで。できて、そりゃ発明した人たちは素晴らしいよね。進化してきて、頭使っていろんなもん作ってきたんだから。で、今はどうよ。世界中どこだっていけんじゃない。何時に行って、今はね、コロナがなんちゃらでってあるけども、それがなかったらどこだっていけんじゃない。世界中どこだって。車乗って飛行機乗って電車乗ってどんな時代になったんでしょうね。それが悪いのって言われると悪いでしょう。どれだけ地球を破壊し続けてるよ。俺はね、いつも思うんです。俺が叫ぼうが、日本中の有名なアーティストやタレントが俺みたいなことを本気で心から喋ったとしても何にも変わんないよ。影響力があってもちろんいいかもしんない。でもね、何にも変わんない。国民的アイドルとか、国民的アーティストとか、が胸を熱くして、俺みたいに喋ってみ。スポンサー全部蹴って、残り限られた人生を地球のために叫びますって。拳上げて立ち上がったとしても、何も変わんないんです。だから俺みたいなゴミみたいな人間が叫んだところで、もちろん何も変わんない。人は気づいてくれるかもしれない。一人二人は。気づいても、当に地球のことを心から思ってない限り、その一人二人も変わらない。そう思いながら地球の掃除をしたりしてることはよくあります。でもね、もうやめたくないんですよ。この活動を、この発言を発信していきたいんです。一人でもいいんです。二人でも。一年に一人でも二人でも。本気で地球のことを考えてくれる人が現れるんであれば、もちろん、たくさんの人に伝わるように努力するのが今の俺がやるべきことだと思ってるし、だとしても、1000人の前、2000人の前で声を出せたとしても、その1000人が一人でも目を覚ますかっつったら、覚ます人いないと思ってるんです、俺。1万人に1人もいないかもしれない。おそらくいないと思う。気づいたとしても、本気で地球のことを考えられる人っていうのは、俺はいないと思う。自分の身を守ること、
そして自分の生活をどれだけ豊かにするか。本当に地球のことを考えてる人だったら、自分の生活よりも地球を優先して考える人だと俺は思ってるんです。何かを守ろうっていう気があったら、本気で地球のことは考えられないと俺は思ってるんです。例えば、私に奥さんがいるとするでしょう。まあ子供をつけちゃいますが、子供もいたとしましょう。地球のことを精一杯やれるかっつうと、やれないよね。中途半端に終わっちゃいますよ。なぜならば家族を守らなきゃいけないから。それはできますよ。エコバッグ持ったり、水筒持ったり、頑張ってるオーラ出せますよ。出せるけど、本気でやりたいこと、子供たちに地球のことをしっかり教える。厳しく。もちろん奥様にもしっかり教える。言うこと聞くと思いますか？この世の中で。まあ、この世の中から抜け出して、その家族で無人島やら、例えば山小屋だけに住んでるんだったら、また話は変わってくるかもしれないけど、そうじゃないでしょう。このクソみたいな世の中で地球のことに目を向けるっていうことは、よっぽどの覚悟がない限り無理でしょう。もちろんやらないよりかはいいよ。叫ばないより叫んでる方がいい。ただ、叫ぶんだったら中途半端に叫ぶなよって気持ちがあるんですね。世の中に地球のことを叫んでる時は、俺が今生きてる中で一番エネルギーを使います。でもまだまだ やんなきゃいけないなと思っています。まあ俺もね、不器用なんで、自分でも不器用だなって思ってるんですよ。なんかこう、やり方次第では、おお、こいつ地球のことにエコで頑張ってんだ、素晴らしい、おお、野菜食ってんだとか、エコやってますみたいな、やり方次第では、ある意味人を集められるっていう方法もあるとは思うんですね。でもね、そんな器用じゃないんです。で、そういう飾りたくない、昔飾ってた自分がいたんですね。それがどれだけクソ人間だったかっていうことにも気づいてきたんですね。もうなんかそういう飾ったようなクソみたいなとこには戻りたくない。だから、まあ、今世の中いろいろ見てる感じです。今っていうか、まあずっとここ1年ぐらいこういろいろ見てて、日々見ててこう思いは進化してるっていうのはすごくありますね。そして自分がどうやって何を話せば人って動くのかな、地球にもっと耳を傾けるのかなっていうのは本当すごく課題ですね。俺は本当に
単純なんだけど難しいんですね。人がもうね、アホすぎるんです、みんな。みんな。今日皆さん、楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。